スペイン、トレドの象眼在庫象眼は、一つの素材に、異質の素材をはめ込む、工芸技法。象は、かたどる、かは、はめるという意味があり、金鉱象眼、木工象眼、陶造眼等がある。その中の金鉱象眼は、シリアのダマスカスで生まれ、シルクロード経由で、アスカ時代に、日本に伝わったとされる。江戸時代には京都などに優れた職人が多数生まれ、 日本刀のこしらや甲冑、鏡や根付、不箱、重箱などに腕を振るった。素材としては、金属だけではなく、彩色した木材や骨片、貝殻、陶磁器なども用いられる。日本国内に現存する最古の造眼製品は、石上神宮の神宝、七師刀。軽造眼として、有名な布目造眼を例として挙げる。まず鉄、真鍮、渋一聖地の表面に、 専用のタガネで布目模様の溝を掘る。次に薄く伸ばし型取りした純金や青金、純銀の板、線をそのくぼみに金槌を使いながら埋め込む。表面の微細な段差をなくし、滑らかに加工するために、漆を塗り、焼きを入れた後に研ぐ。この工程は数回繰り返される。全体を再度研磨して仕上げる。はめ込んだ部品やその周囲に、 さらに彫刻を施す場合もある。特にこの布目ガンは、純銀純金を使用するために、ポルトガルから日本に布目ガンが伝えられた当時から、大変効果で庶民が手を出せるものではなかった。そのため、代用品として、湿芸の中の薪絵が発達したという経緯がある。また金属象眼には、くぼみを掘って図案に沿って切った、金属板をはめ込む平、平ら象 透かし抜いた図案の穴にぴったり合わせはめる、切りはめ、鉱肉掘りを施した金属板をはめ込む、鉱肉掘り色絵像眼、線像眼、打ち込み像眼、黒金像眼、消し像眼等がある。これらはいずれも、彫金技法の中の一つである。その打敷においては、一旦成形した器に彫刻を施し、そこに色の異なる土を造眼する方法がある。また金属ではなく、 薄く削った貝殻をはめ込む技法は、螺殿と呼ばれる。螺は貝のことで、殿は造眼のことである。また、様々な色調の木材を編め合わせて、絵の板を作り、それをカンナで薄く削り、和紙に貼り付けたものは、いわゆる、より木細工の技法の一つで、木造眼と呼ばれる。布木造眼とは、造眼の中でも、鉄地など金属の表面に多方向から細い切れ目を入れ、 切れ目の谷部に金銀等を打ち込む造眼技法を特に言い、京都で繁栄したことから、軽造眼とも呼ばれる。鉄砲伝来時に持ち込まれたポルトガルの鉄砲に装飾がなされていたことから、鉄地への金銀装飾が武器、武具へ広く応用され流行した。江戸時代には梅ただ、聖網など武具職人が優れた造眼を生んだが、1876年の廃刀令により、 需要がなくなったため、政府の指導のもと、新たに美術装飾品や装飾小物を手掛けるようになった。1878年のパリ万国博覧会へ正式出展したのを機に、ジャポニズムに湧くヨーロッパで高く評価され広く輸出され、外貨を稼いだ。明治期の代表的な職人の一人コマイオトジローは、コマイと呼ばれて人気ブランドとなった。代表作には、 富山県高岡市の個人コレクターが所有する登録美術品指定第5号の鉄地金銀造眼人物図大飾り皿やロンドンのハリリコレクション所像のいくつかがあるが海外への輸出用に制作されていたため日本に現存する古米の良品は非常に数少ない。将棋の囲いで玉をはめ込んだような形造眼を模していることから図のような囲いを造眼囲いと呼ばれている。 駒落ち線で、主に角落ち紙手が用いる。ABCDE、布木造岩から、匠の技京都金属、工芸協同組合公式ウェブサイト、京都金属工芸協同組合、2017年11月3日閲覧。触れ合い館とは、京都伝統産業触れ合い館草花文豪路幕末、明治の超絶技巧を世界を驚嘆させた。 金属工芸清水三年坂美術館コレクションを中心に2011年小前を閉じろ、小前を閉じろフェイスブック地金銀像岩人物図、大飾り皿鉄地金銀像岩人物図、大飾り皿、文化遺産オンラインハットジャパニーズアートオブザ、明治ピリオドザカリリーコレクションズ登録美術品の紹介東京国立近代美術館工芸館。ありがとうございます。